本当にありがとうございました。帰ってきて皆さんに温かく迎えてもらって本当に嬉しいです。ベランダに行っても応援よろしくお願いします。皆さんに本当に感謝しかないです。次は
にある看護の専門学校に3年生しよう目指します。なのでこれからもまたたくさん会う機会があると思うのでよろしくお願いします。本当にありがとうございました。皆さん、本当におめでとうございます。実は、在校生の方からプレゼントがあります。